Hello， 大家好，我是镜子。那今天我们回到我们的《迪士尼的烂的》第五章。那我这次就不要太啰嗦了，我们就直接开始我们的剧情吧。おやおや、これはどうしたことだ？あんたは少し早くついてみればステージがめちゃくちゃじゃないか。角太郎？庭を夜中に徘徊してるっていう角太郎か。こいつから話は聞いてたけど、本当に頭に角が生えてんだな。こらグリム、 お前先輩になんて口の利き方してんだ。監督生、あの人を角太郎呼ばわりするなんて命知らずにも程があんでしょ。おめえ、あの人が代打が知らねえのが。ロアドドラゴン、どうやってこのコロシアムの中へ？招待されたんだ。オンボロ領に住む人の子に。招待状もちゃんとあるぞ。いや、そういうことではなく、ビルがユニーク魔法で生み出した強力な呪いの毒気はまだ会場を覆っているはずだ。あの呪いに触れた者は無事ではいられないはずだけれど。ああ、そういえばそんなまじないがかかっていた気もするが、どれほど強力なものだろうと、この僕を呪いはしないさ。この子の世間知らずをいいことに、随分と戯れていたようね。茨の魔女の高尚な精神に基づく、ディアソムニア領の領長、マレウス・ドラコニア。いかにも、僕は茨の谷の次期当主、マレウス・ドラコニア。うん、エースたちが魔術大会でめちゃ強だったって話してたやつがこの角太郎だったってことか。言っただろう、僕の名前を知れば背筋に霜が降りる心地がするだろうとな。ところでシェーンハイト、お前こそどんな戯れに勤しんだら、そうボロボロになるんだ。そんな姿では、美しき女王の精神が泣くぞ。それは…どうした？さあ、話してみせろ、人の子だよ。なるほど、そんなことがあったのか。しかし、オーバーブロッドするほどの魔力反応を僕を含めこの学園に集まっている魔法師が誰も気づけないとは。え？外では騒ぎになってなかったってことか？ああ、少し離れた体育館のそばでロイヤルソードアカデミーの生徒たちが歌い、そこに人間たちが群がっていたが、このコロシアムではマジフトの試合や防衛魔法の試験、領長の座をかけた決闘なども行われる。もともと場外に被害が出にくいよう特殊な結界が張ってあると先生から聞いたことがあるが。それじゃあ僕たちがヴィルさんを正気に戻せなかったら。粘ってても援軍は来なかったかもしれないってこと？怖っ。まあいいだろう、貸し一つだ、シェーンハイト。え？なんだ、全身の毛がゾワゾワするんだぞ。なんてプレッシャーだ。人の子よ、お前たちに送り物さ。マレウス、何をしようっていうの？この程度、ほどけた織物を織り直すようにたやすい。さあ、あるべき場所。
あるべき姿へ戻れ。あれ？嘘！会場が一瞬で元通りになってる。本当だ。うおー！これマレウスが魔法でやったのか？すっげえ！うへえ。マジフト大会で見た時も思ったけど、レベルが違いすぎ。ロアドゥドラゴン、素晴らしいよ。君の魔法はいつでもマーベラスだ。舞台が元通りになれば、お前たちの余興が見られるのだろう。僕はただそれに興味があっただけだ。お前、僕の正体を知ってもそのあだ名を貫くつもりか。いや、構わない。さて、シェーンハイト、この僕がここまでお膳立てしてやったんだ。たっぷりと楽しませてくれるな。言われなくたって最高のパフォーマンスを見せてあげるわ。スタンディングオベーションする準備をしておいて。そうでなくては。では本番を楽しみにしているぞ。まさかロアドゥドラゴンから祝福を受けられるとは。運は我らに味方せりだね。今こそ私たち NRC トライブの結束を見せる時だ。ええ、学園長への言い訳も後のことも全部私が責任を取る。ボーカル&ダンスチャンピオンシップ絶対優勝するわよ。ああ、本番まであと10分か。そろそろスタンバイの声がかかる頃ね。先に舞台袖に。ビル、本当に大丈夫かい？痛み止めの魔法薬も飲んだし、擦り傷もメイクで隠した。問題ないわ。ウィ、君がそう言うなら。ビルさん、僕にセンターを譲ってもらえませんか？え？エペル、お前突然何言っちゃってんの？エースの言う通りだ。本番直前にどうして急に？いくらなんでもおめえがビルの代わりをするのは難しいんじゃねえか？だってビルさん、立っているのもやっとじゃないか。絶対優勝するって言ったけど、もし舞台の上で体に限界が来たりしたら、俺あんたが観客の前で無様を晒すところなんか見たくない。ムシュヒメリンガ、俺はあんたとの約束を守って入学した頃よりずっと愛らしく強くなった。甘くて可愛いだけじゃない、立派な毒リンゴになれたでしょ。俺がネージを仕留めます。だから。言うようになったわね。でも心配は無用よ。スポットライトが私を照らしているのなら、たとえ頭上から大岩が落ちてきたって舞台を降りはしない。最後の瞬間まで勝利を信じてあがき続ける。それがヴィランの誇り。どうか私に最後まで舞台に立っていられるチャンスをちょうだい。わかりました。ヴィルさんがそう決めたなら。第一、他人の心配なんかしてる余裕ある？エペ、あんた人前に出ると途端にミスが増えるんだから。大事なオーディション、サビでミスったのをお忘れ。今そんな話しなくたっていいじゃないですか。この私にセンターを譲れとまで言ったのに、きっちり観客のハートを仕留めてちょうだい、毒リンゴちゃん。はい。ナイトレイヴンカレッジの皆さん、まもなく出番です。スタンバイよろしくお願いします。ついにこの時が来たわ。
じゃあサクッと優勝トロフィーもらいに行きましょうか。おう、緊張しすぎて逆に落ち着いてきたぜ。うっしゃー、観客のハート仕留めてみせんぞ。練習通りになればいい。心配するな、全てうまく。ジャミルの言う通りだ。最後まで全力で楽しもうぜ。いいか、おめえらの肩には俺様のツナ缶富豪の夢がかかってるんだぞ。絶対絶対優勝するんだぞ。さあ我ら NRC トライブ、いざ行かん決戦の地へ。全国魔法師養成学校総合文化祭 in ナイトレイブンカレッジ、音楽発表会、ボーカル&ダンスチャンピオンシップ、ただいまより開催いたします。最初にパフォーマンスを披露するのは開催校であるナイトレイブンカレッジの代表選手の皆さんで、アブソリュートリービューティフルです。全てを握ってる。
終わった。素晴らしい。 なんと1曲目から観客総立ちのスタンディングオベーションだ。ミルシェーン・ハイト率いるナイト・レイヴン・カレッジ代表選手、素晴らしいパフォーマンスでした。みんなありがとう。また会いましょう。メルシー。この後のステージも目いっぱい楽しんでいってくれたまえ。みんな、俺たちの歌を聴いてくれてありがとな。楽しかったぜ。ビル、誰か冷却スプレーとテーピングを。はい。私、最後まで舞台に立っていられたのね。ああ、そうだとも。誰一人欠けずに最後まで舞台に立っていられた。フィルさん、本当にやりきっちまった。音程外しなし、ダンスのとちりなし。マジですげえ根性だ、シェーン・ハイト先輩。いいや、すごかったのはビルだけじゃない。君たちも今までで一番素晴らしいパフォーマンスだった。私は君たちと共に舞台に上がれたことを誇りに思う。お互いを称え合うのはまだ早いんじゃありませんか。優勝のアナウンスを聞くまでもまだ終わってない。でもやれるだけのことはやった。きっと俺たちのパワーは会場のみんなに伝わったと思うぜ。ああ、あとは運命の女神が我らに微笑んでくれることを祈ろう。他还有主舞吧，因为中间不是有一段 breaking， 蛮厉害的。那到目前为止，我们应该要准备要看我们的白雪公主与七个小矮人了吧？不知道那边还会不会再出现一次那个节奏游戏，或者是完整的那个。好啦，那如果你喜欢我的影片的话，就在底下留下你的赞、订阅，还有留下你宝贵的留言哦。那我们下个影片再见啦，拜拜。